中部の3人前に上がって9番の川村を抑えていきます。川村後ろを見ながら車を下げます。残りが2周、4番手外には5番の山本が上がってきています。6番の桜井は先頭誘導員と車間を空けてその様子を伺います。バックストレッチ、6番の桜井が先頭誘導員をかわしてペースを上げていく。残り600の鐘、さあ4番手が並走になっている9番の川村が打ち、そして真ん中突っ込んでいこうというか5番の山本、しかしここは車を下げる形になった。6番の桜井の先行になりました。残りが1周、2番手は8番の佐藤、3番手には4番の今藤、4番手は9番の川村が追って、この後ろが1番の岡田と5番の山本で並走になっている。4番手からまくった9番の川村、川村のまくり、さあ先頭に変わっていきますが、その後ろからは5番の山本が追っていく形になって、さあ混戦模様だ。2番手の 4コーナーから直線、9番の川村先頭、外から5番の山本、さらには8番の佐藤あたりも突っ込んできているが、最後は9番の川村です。